サダーシブラーオバーウサダーシブラーオバーウは、インドのデカン地方、マラーター王国の軍総司令官。バーウサーヒブとも呼ばれる。最初バーラージーバージーラーオのいとこであった。彼は王国のために各地を転戦した。だが、1761年1月14日に、第三次パーニーパットの戦いで、他の武将と共に戦死した。 サダーシブラーオバウ1730年8月4日、マラータ王国最初、バーラージー・ビシュバナートの息子である、チンナージー・アッパーの息子として、サースワードで生まれた。1746年12月5日、サダーシブラーオは、プネーを去り、南インドのカルナータカ地方への開始した。1747年1月、サダーシブラーオは、コールハープルの南、アールジャーで、 サワヌールのナワーブを破った。ナワーブは城を割上し、クリシュナ側からトゥンガバドラー側の間のチャウタ長州権を認めなければならなかった。同年4月、ケラィナーヤカアサのシとビダヌールを包囲した。だが、ビダヌールを落とせず、同月13日に撤退した。この遠征により、36のパルガナを獲得した。1760年1月。 サバヌールのナワーブを征服したばかりか、キットゥール、バガルコート、バーダアーアミ、バサバパトナなどといった各地も征服した。同年2月3日、サダーシブラーを率いるマラーター軍は、ニザーム王国の軍勢をウドギルで破り、その後の講和条約で、年額620万ルピーの歳入を生み出すデカンの土地を活用させた。その頃、アフガン勢力トゥッダーニー・アサがデリーを占拠した。 との方がプネーにもたらされた。そのため、3月に、サダーシブラーオは、最小バーラージーバージーラーオの命を受け、最小の長子ビシュバースラーオなどと共に、アフガン軍討伐のために、北、インドへと向かった。この軍勢の総司令官は、最小の長男であったが、実際には、サダーシブラーオが率いていた。その後、ジャンコージーラーオシンディア、マルハールラーオホールカル、 ダマージーラーオガイクワードなど、マラーター諸公の軍勢も加わり、マラーター軍は大軍となっていた。アフマドシャーはこれを聞き、デリーからアリーガルへと移動した。同年8月2日、サダーシブラーオはデリーに入場した。デリーを占領した際、マラーター軍はデリーの神殿などを略奪したため、バラトプルオスーラジュマルはこれ以降マラーター側での参陣を拒否したのだという。 また、スーラージュマルは、ゲリラ戦に持ち込むよう提言したのに対し、サダーシブラーオが、真正面の戦いにこだわって、それを否定したことも原因であった。14日朝、マラーター軍とアフガン軍は、パーニーパッドの平野で衝突し、激戦となった。サダーシブラーオは、少将に、正々堂々戦うのではなく、マラーター得意のゲリラ戦に持ち込むように言われていたが、 それを無視して正面からアフガン軍に戦いに挑んだのである。この戦いの初戦はマラーター軍の優勢で、昼までそれが続いた。だが、アフガン王、アフマドシャー・ドゥ・ダーニーが突撃を開始し、及び予備隊としていた新英軍を投入したことにより、形勢は逆転した。サダーシブラー王は戦死し、ビシュバースラー王も、また戦死したことから、マラーター軍は大混乱に陥った。 その後は、アフガン軍による一方的な虐殺が続き、パーニーパットの平野は死体で埋め尽くされたという。ペシウド、シウィ、ハット、ペシ、ウィ、カラシマ、世界歴史体系南アジア資産、南インド、年表、P40、カラシマ、世界歴史体系南アジア資産、南インド、年表、P40、カラシマ、世界歴史体系南アジア資産、 南インド、年表、P40、チャンドラ、近代インドの歴史、P32、オッタニ、世界歴史体系南アジア史に、中世、近世、P218、チャンドラ、近代インドの歴史、P33、オッタニ、世界歴史体系南アジア史に、中世、近世、P218、フォワ w h ワ t were the features of b パッドオタニ、 世界歴史体系南アジア史に、中世、近世、P229 チョプラ、インド史、P154、クロー、ムガル帝国の攻防、P348、ロビンソン、ムガル皇帝歴代史、P264、オタニ、世界歴史体系南アジア史に、中世、近世、P229、ロビンソン、ムガル皇帝歴代史、P264、オタニ、 世界歴史体系南アジア史に中世、近世 P229 ありがとうございます。